ランカスターはアメリカ合衆国カリフォルニア州南部ロサンゼルス郡の都市である。人口では郡内で8番目であり、全米で9番目に成長速度の速い都市でもある。南カリフォルニアのアンテロープバレーにある。ロサンゼルス市からは北に約70マイルの位置にある。ロサンゼルス盆地とは南のサンガブリエル山脈で、ベーカーズフィールドやサンホワキンバレーとは 北のテハチャピ山地で隔てられている。1977年に市政を敷いた時の人口3万7千人から2010年国勢調査での15万6633人まで成長してきた。モハーベ砂漠のカリフォルニア州側では2番目に大きな都市になっている。ランカスターの町はサザンパシフィック鉄道から6区画の土地を購入した不動産開発業者 m l ッ i x によって19世紀遅くに開発された。使命の由来については、歴史家の間で議論があるが、ペンシルベニア州のランカスターにちなんだものであるか、あるいはその起源になった、イギリスのランカシャー州ランカスターにちなむ、可能性が強い。ランカスターの設立初期は、サンフランシスコとロサンゼルスとをつなぐ、サザンパシフィック鉄道の一時停車駅以上のものでは、なく、 ギルウィンというホテルが一軒と一握りの家屋があるだけだった。しかしこの開拓地は急速に成長し、1890年には大いに繁栄するようになった。20世紀への変わり目にアンテロープバレー周辺の山岳で金と放射が同時に発見された時に再度小さなブームが起こった。さらに宇宙航空産業の出現によって近代的な都市の基盤ができていった。 1933年、アメリカ陸軍航空隊が、マロック陸軍航空基地で飛行と武器のテストを始め、その時、飛行士は着実な成長を続けた。市内には、エドワーズ空軍基地の従業員は元より、ボーイング、ロッキード及びノースロップグラマンの従業員も、居住した。これら航空機産業の会社はすべて市の南端にある、アメリカ空軍第42工場に製造設備を、 持っている。1970年代にロサンゼルス地域からランカスターの住居を買う人の最初の波が訪れた。彼らは skp と呼ばれ、また航空産業の従業員もいた。ランカスターが姿勢を敷くまで、この地域は政治的にロサンゼルス軍の影響下にあった。この地域の住民はその政策決定主体と地域統治のより良い関係を築く。 必要性を感じたが、近くにあるパームデール市に併合されることを恐れた。市の人口は1980年の4万5千人から1990年に9万7千人と2倍以上になり、大きなベッドタウンとなった。最近の人口推計では初めてやや減少しているように見えるが、これはおそらく持ち家率が高いことと、最近の担保権執行によるものと考えられる。ランカスターは、 北緯34度41分13秒整形118度9分15秒、北緯34.68694度整形118.15417度、34.68694-118.15417に位置する。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、地域全面積は94.2平方マイルであり、このうち陸地は94.0平方マイル。 水域は0.2平方マイルで、水域率は0.19%である。市の標高は2350フィートであり、未開の山脈に囲まれた平らな渓谷である。クエンティン・タランティーノ監督の映画キル・ビル・ボリューム・アイと2の撮影場所に使われたランカスター近くの境界ランカスターは赤ん草帯にある。夏季の日中最高気温は歌九95度近辺であり、 冬季の日中最高気温は、下肢50度台後半である。寒い季節の夜間最低気温は、下肢20度台にまで下がる。アンテロープバレーは、その成長な空気と青空で知られている。平均年間降水量は8インチに満たず、冬季に、周りの山が雪に煙っていたとしてもランカスターは、晴れていることが通常である。雷雨は稀だが、7月と8月には多い。 春と夏の午後、特に春には、サンタアナ重力風という風が吹き、土地に長くいる住人から、サンドブラスターというあだ名をつけられた。平均年間降雪量は2インチに満たない。家庭収入は全国平均を上回っており、また、家屋価格は週平均を下回っているので、ランカスター住人の70%は持ち家に住んでいる。過去10年間で、ライトエイドやマイケルズ、 シグマなど全国的企業の大型物流センター、また地元の小企業や全国チェーンのレストランなどが設立されて事業分野でも大きく成長してきた。市政府は地元企業に優先順位を置き低価格の土地を提供しお役所仕事を少なくしてスムーズな発展が行われるようにしている。ランカスター再開発部はカリフォルニア州でも活動的な再開発と 経済開発プログラムを成功させている。選挙で選ばれた役人が発案した政策と、企業社会を援助するそのスタッフによる行動を通じて、繁盛する企業を引き付け維持させることが続いてきた。再開発部は、市内の5箇所を、企業、工業パークに指定した。すなわち、ホックスフィールド工業回廊、ノースランカスター工業センター、ランカスタービジネスパーク、 エンタープライズビジネスパーク及びノースバレー工業センターである。再開発部はランカスタータウンセンター、フロントローセンターなど、市内中のショッピングセンターに小売店や飲食店を誘致してきた。再開発部都市が注力したのはランカスター中心街の再活性化もあった。図書館や芸能センターのような現代的アメニティを加えた歴史的建造物とともに、 中心街の企業がランカスターの古い街並みを形成した。この街並みは企業の表向きを隠しシブティックやレストランなど新しい事業者を引きつけることになった。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。担保権執行の劇的な増加が市内で起こり、資産価値と人口が減少を始めた。ランカスター市は市政委員会。 シティマネージャー方式を採用している。この方式では選挙民に対する説明責任や実行責任を持ち、長期ビジョンの実行に必要な安定性を維持している。市政委員会は選挙で選ばれた市長一人と委員4人で構成されている。市長と市政委員は市の立法府と政策の主体として、市のすべての計画とサービス、さらには市に関わる。 立法的な事項について住民に対して責任がある。市政委員会は条例、決議及び契約を承認して採択し、規則や政策を法制化する。委員会がシティマネージャーと市検察官や委員会メンバーと市民補佐委員会を指名し、これらが意思決定過程で幅広い見解を提供している。市政委員会の委員はランカスター再開発部。 財務部及び住宅部の支配人も務めている。市政委員会は、毎月第2および第4火曜日に開催され、特別委員会や延長委員会は必要に応じて日程が決められる。会議は市民に公開されており、市民は発言したり提案したりする機会が与えられる。シティマネージャーは、指名による長期任期の専門職である。市政委員会の監視と指示により、 政策を決め実行する。目標を達成するための管理チームを指導し、市の総合計画に記述される指示を与え、市の成長と成果のための長期ビジョンを作り実行する。シティマネージャーは、シティマネージャー補佐を指名し、管理サービスを構成し、管理し、指示させ、また、捜査部門の目的と目標を達成させるように、仕向ける。2008年4月、 地元の弁護士 r ス・パリスが市長に選出された。この選挙の後、不動産開発業者のマーク・ボズニアンがシティマネージャーに指名された。現在の副市長はロナルド・ディ・スミス、市政委員はシェリー・マルケス、ケンマン及びエド・シレオである。ロサンゼルス軍健康サービス局がアンテロープバレー健康センターを運営している。法の執行、編集法の執行は、 ロサンゼルス軍保安局と契約しており、保安局がランカスターの警察署を運営している。市は中心街の心臓部にあるランカスターブールバード沿いに警察署を建設し、市と保安局の共同で犯罪と戦うための革新的法執行計画をいくつか立ち上げている。この共同で立ち上げられた計画の一つは地域社会サービス担当官の職を作ったことである。 この担当官は、市の職員であり、保安局から訓練を受ける。彼らは、地域社会のパトロールを行い、緊急事態に備えて、通常の法執行業務から保安局員を解放しておくために、所定業務の手助けをしている。もう一つの計画は、ランカスター地域社会交換度プロジェクトであり、家屋の賃借人社会の治安を維持する専門の、 目的志向があった補佐官のタスクフォースを設立した。この計画の予算は、商業地の地主に課される事業許可料から得られており、市の予算と組み合わされて、賃借人社会に責任を持つ8人の補佐官と1人の巡査部長を雇用している。このプロジェクトの無犯罪賃借,借家屋計画は、賃借人にとってその社会を安全な場所にするための手段を作り、地主の訓練、 定期的査察及び賃貸資産の認証を行っている。さらにもう一つの物体として強盗抑制チームがあり、2008年夏に立ち上げられた。このチームは強盗にのみ焦点を当てている。その初年だけで窃盗品100万ドル以上を回収し、数多い強盗犯を逮捕した。ランカスター氏は法執行に技術も取り入れており、市のウェブサイトによって市民が 警察庁所を保安局に提出できるようにしている。これらやその他のプログラムにより法執行の場合の応答時間を減らしている。法執行のための最近の動きによって市の犯罪率は減少しているが、それでも全国平均より高いレベルにある。2009年 FBI 統一犯罪報告書によれば暴力犯罪率は 人口10万人以上の自治体の周平均より38%高い。ランカスターの暴力犯罪率は人口1000人あたり6.56であり、周平均は4.75である。2008年、ランカスター氏はアメリカ合衆国の犯罪率の高い都市100欠で80位にランクされた。カリフォルニア州議会では上院の第17及び下院の 第36選挙区に属している。連邦議会会員では、カリフォルニア州第22及び第25選挙区に属し、クック投票動向指数では、共和党プラス7となっている。2010年時点で、すべて共和党議員が務めている。クリアチャンネルスタジアム、マイナーリーグ野球のランカスタージェットホークスが、本拠地にしている、ランカスター市は19世紀の鉄道給水駅の、 状態から住民や訪問者に多くの文化的またレクリエーションの機会を提供する賑やかな現代都市に変わってきた。1886年建設のウェスタンホテルが市内最古の現存する建造物であり、1992年にカリフォルニア歴史史跡的計画の下で博物館に転換された。1970年代には地球平面協会の本部があり、 反科学的また時代に疎高する理論を信じる3000人以上の会員を集めていた。市内には宇宙開発の伝堂もある。これは1990年にランカスター市政委員会によって設立され、エドワーズ空軍基地に関わるテストパイロットを検証している。伝堂に入るには一つを超える具体的かつ重要で明白な成果を上げた航空部門の経歴を残している必要がある。 速度の記念碑は国際的に知られたテストパイロット集団に捧げられている。毎年5人が新たに電動入りし、9月に特別のセレモニーが開催される。現在、市内には600エーカー以上の開発済みあるいは計画段階の公演用地があり、この中には遊戯場やピクニック地域の他にビッグ8ソフトボール競技場やランカスターナショナルサッカーセンターなど、 競技会を開催できるスポーツ施設がある。ウェストランカスターにあるプライムデザート森林保護区は、ハイ砂漠の原始の美しさを保存し、住民が自然の中を歩くことで環境について学ぶことや、ウッドランドの特徴ある解説センターで教育プログラムを提供することに使われる施設になっている。市の南端近く、パラクリート高校の西側と通り向かいにある、 フォレストハル公園は人気のあるドッグランであり、地元住民が集まって飼い犬を遊ばせたり運動させたりしている。1996年、市はランカスター市民スタジアムが最も多く栽培されているところであり、ポピー祭はランカスター住民だけでなく、世界中から訪れる客にも人気のある行事になってきた。カリフォルニアポピー祭はアースデーの行事として始まり、 今では55エーカー以上の活動領域と、広範なや制御の情報のある行事に成長してきた。ストリートフェアかつ農作物生産者マーケットである、セレブレートダウンタウンランカスターは、夏の間に何度も開催され、家庭向けの活動や、ストリートミュージシャン、さらには、様々な屋台が登場する。犬の愛好家やその犬のためには、毎年10月にランカスターシティパークで、 バークアットザパークが開催される。この時は、才能ある犬と人間の芸や犬と飼い主のための活動が行われる。市内には、イーストサイド統合教育学区、区ウェストサイド統合教育学区、区及びランカスター教育学区という3つの小学校、教育学区がある。ランカスターケアーズと呼ばれる、ランカスター教育学区との共同で創設された課外プログラムを通じては、 活動的な役割を演じている。ランカスター・ケアーズは学習や教養を高める活動のほかに教師や積極的な成人が子供たちに将来の指導者を育てるために基本的な刺激や個人的な注意を与えるモデルとなっている。アンテロープ・バレー統合高校教育学区がランカスター市内のすべての高校を管轄している。またデザート・クリスチャン学校や パラクリート高校などいくつかの私立学校もある。市内にはアンテロープバレーカレッジがあり、またカリフォルニア州立大学ベイカーズフィールド校のサテライトキャンパスもある。2005年ハーターカレッジが開校した。2009年7月、私立のアンテロープバレー大学が開校した。この大学は、純学士号学士号及び修士号を提供し、 また職業訓練も行っている。ランカスター市は地元の学生に工学と技術の分野で最上級の教育を受ける機会を与えるためにランカスター大学センターの開発を主導してきた。古いアンテロープバレー、フェアグラウンドにあるチャレンジャーホールを350万ドルかけて再建し、13、教室の新しいキャンパスを作った。教室の2つは ハイテクの遠隔教育用であり、別の二つは実験教室になっている。また事務室も備えた。地元の航空宇宙産業会社との共同により、ランカスターにいるカリフォルニア州立大学ベーカーズフィールド校及びカリフォルニア州立大学フレズの校の学生が最上級の教育を受けられるとともに、この地域を離れることなく科学の学位あるいは教養の学位を取得できる。 市内には、ウェストコーストバプテストカレッジもある。このカレッジは信任されていない、独立原理バプテストのバイブルカレッジであり、牧師、福音主義、伝道、教会牧師、音楽、キリスト教教育、青年牧師、及び事務研究の分野で学士号と博士号を提供している。1995年の開校であり、現在950人の学生が学んでいる。 ランカスターにあるトゥーパインズ協会はクエンティン・タランティーノ監督の映画キル・ビル・ボリューム・アイトーの多くのシーンの撮影場所に使われた礼拝堂である。ロブ・ゾンビが監督した映画デビルズ・ディジェクト・マーダー・ライドショーにでもランカスターが撮影現場に使われた。ランカスターで聴取できるラジオ局は AM が4曲、FM が18曲ある。ランカスターを本拠にする テレビ局は4局あり、他にロサンゼルス地域から放送されるものも視聴できる。ありがとうございます。